その壁は人々に100年の安寧の時を過ごさせた。支配されていた恐怖も、囚われていた屈辱も忘れさせて。だが、その壁が巨人によって破られた時、人類の戦いは始まった。そして兵士民間人を問わず、多大な犠牲を出しながらも、人間の中に紛れ込んでいる巨人の存在を知り、ついにその一人であるアニレオンハートを捕獲することに成功したのは、壁が破られてから5年目のことで、人類の次なる脅威はこの時すでに迫っていた。あれ教師カブンだ、まさか。分隊長、指示を。え、何？ちょっと待って。あれはたまたまあそこだけにいたの？それとも、もしそうじゃなきゃ。ニックしさえ。あきれな。あの巨人。ニックを当てるな！壁の巨人はとりあえずシートで覆うことになりました。本格的な作業は日没後を行います。翔君、これは一体どう考えれば。壁の中に巨人がいるなど想像も。想像していたものなどいない。知らないものと知っていたものがいるだけだ。一体どうなってるんだ。ここで巨人と戦闘が行われたのに何の説明もなしだ。まあ、でも一番嫌なのはさ、こんだけ死んでんのに実は理由がありませんでしたってことかな。さて、そろそろ話してもらいましょうか。この巨人は
何ですか？なぜ壁の中に巨人がいるんですか？そしてなぜあなた方はそれを黙っていたんですか？私は勇ましい。教会も信者もめちゃくちゃにされた。貴様らのせいだ。後で被害額を請求する。さあ私を下に下ろせ。いいですよ。ここからでいいですか？分隊長。やるな。ふざけんな。お前らは我々調査兵団が何のために血を流しているかを知ってたか？巨人に奪われた自由を取り戻すためだ。そのためなら命だって惜しくなかった。いいか、お願いはしてない。命令した。話せと。そしてお前が無理なら次だ。何にせよお前一人の命じゃ足りないと思っている。手を離せ。今話していいか？今だ。分かった。死んでもらおう。ハンジさん、私を殺して学ぶがいい。我々は必ず使命を全うする。だから今この手を離せ。貴様。冗談。ねえニック司祭、壁って全部巨人でできてるの？分隊長。ああ、いつの間にか忘れてたよ。こんなの初めて壁の外に出た時以来の感覚だ。怖いな。早くエルヴィン達署に。早く俺の技に巨人が。から南行くと俺の村が近いんだぜ。私の故郷に近いですね。くそ、なんで帰っちゃダメなんだよ。夜に抜け出してやろうかな。私なんてまともな人間になるまで帰ってくるなって言われてるんですよ。俺はお前みたいなチビに兵士は無理だって言われてた。しかし俺は天才だった。十番内の成績で兵士になった。だから村に帰って見返してやんのさ。コニー、お前が本気なら協力するぞ。あ、なんだ？おかしいと思わねえか？なんで私服で待機なんだ？兵団服も着るな、訓練もするなだぞ。さらに疑問なのは上官たちの完全武装だ。ここは前線でもねえ壁の内側だぜ。何と戦ってんだ。この辺りはクマが出るからだな。ええ、クマですね。クマなら鉄砲でいいだろう。うん、足音みたいな地鳴りが聞こえます。何言ってんだサシャ。ここに巨人がいるって言いたいんならそりゃウォールローゼが突破されたってことだぞ。ミケ、トーマ、早馬を出せ。お前を含めて4機カックに伝えろ。おそらく104機調査兵団の中に巨人はいなかった。南より
巨人多数襲来。ウォールローゼは突破された。本当です。確かに足音が。全員いるか。七葉さん、500メートル南方より巨人が多数接近。こっちに向かって歩いてきて。君たちに装備させてる暇はない。直ちに馬に乗り、付近の民家や集落を走り回って避難させなさい。いいね。南方から壁が壊されたってことなのか。さあ動いて。残念だけど仕事が終わるまで昼飯はお預けだ。見て前方、あの一帯に9体いる。ウォールローゼが突破されてしまった。私たちは巨人の秘密や正体に一切迫ることもできないままこの日を迎えた。私たち人類は負けた。いや、まだだ。人は戦うことをやめたとき初めて敗北する。戦い続ける限りはまだ負けてない。あの巨人たちが兵士まで到達したら一斉に離散する。これまでに4つの班を構成する。104機と武装兵で構成した班を東西南北に分ける。戦闘は可能な限り回避し情報の拡散に努めよう。誰かこの地域に恋しい者がいるか。はい、北の森に故郷があります。その辺りの地形は知ってません。あと、コニーも。コニー、南に俺の村があります。巨人が来た方向に。近くの村を案内できます。その後俺の村に行かせてください。分かった。南藩の案内はお前に任せたぞ。はい、コニー、俺も行く。ダメ、南は一番危険だ。巨人がいっぱいいる。何言ってんだ。さっき抜け出しに加担すると言っただろ。お前はどうする、ベルトルト。もちろん僕も行くよ。分かってると思うが、今日は人類最悪の日が更新された日だ。そして人類史上最も忙しく働くべき時が今だ。巨人どもが林に到達したぞ。離散せよ。最高速度で駆け抜けろ。もうエレン、あんたまた喧嘩してきたのかい。あのバカどもがけしかけてきたんだ。舐められてたまるか。それでまたミカサに助けてもらったんだろう。ありがと
エレン、どんなに相手が悪くて憎たらしくてもね、突っかかりゃいいってもんじゃないんだよ。あんたは男だろ、たまにはこらえてミカサを守ってみせな。それ落ちたぞ。疲れてんだろ、部屋行って寝ろよ。ごめん、平気。それもうボロボロだな、うん、今度支給品に新しいのあったらもらっといてやるよ。休ませてくれねえな、巨人ども。行けるか。行くしかないだろう。104機の監視にミケ分隊長が当たったのは正解でしたね。どうにか持ちこたえられるかと。ああ、だといいが。その武器は何て言うんですか。腰につけた飛び回るやつ。
同じ言語のはずなんだが、怯えてそれどころじゃないのか。通か剣とか使ってんのか。やっぱ同じにいるってことは知ってんだね。まあいいや、持って帰れば。人は戦うことをやめたとき初めて敗北する。戦い続ける限りはまだ負けてない。もう動いていいよ。しかし面白いこと考えるな。